ちょっとブライダルドビーストアのそわそわなジェンウ。この放送はリスナーの皆さんの応援でお送りしております。はい、最後すよちゅうが伸びる。はい、時刻は6時を回りました、うん、本日は11月の17日日曜日でございますね。はい、はい、今日もそわそわラジオ、うん、始まり始まり、はい、本当の日付は11月の13か、うん、13だと思います。多分そうだと思います。はい、ということですね。うん、始まったんですけれども、うん、1週間早いね。ねえ、早いさ。この間収録したんじゃないかね。もう収録日なのね。本当ですよ。こんな人年取っていくからね、皆さん。ねえ、本当よ。覚悟してください。うん、毎日毎日。はい、この番組はですね、うん、心の性別とか、うん、表現する性別とかね。うん、いろんな性別ありますよーって LGBTQ とかね、多様性のお話していく、うん、いろんなごちゃごちゃしているお話じゃない番組です。はい、はい、うん、収録でねお送りしております、うん、はい、はい、お仕事を終えた皆さんはお疲れ様、まあ、今日日曜日だけどね、うん、ドライバーの皆さんは安全運転を心がけてくださいね。はい、はい、じゃあ、うん、この放送はですね、うん、あ、じゃあドビンソンの自己紹介ない、ハッサミ忘れていたさ、自分のこと。はい、日曜日の夕方をね、美しく彩るのは、うん、はい、どんなあなたも笑顔にする、あ、本当に笑顔にするかね、歩くパワースポットのドビンソンとLGBTQ 親子持ち縄のあゆみです。はい、よろしくお願いします。はい、この番組ではあなたからのメールをお待ちしております、うん、番組の感想、ご意見、ご質問、うん、こんなテーマで話してほしい、うん、そしてクレーム、うん、何でも OK です。はい、メールアドレスは、うん、761fmkoza@gmail.com、うん、はい、761fmkoza@gmail.com、うん、はい、はい、FM 講座メールアドレスで検索したら出てくるはずだからね、うん、見たらいいと思う、はい、出てくるはずね、うん、はい、明日からついでにね、ロビンソワもぐるぐるで検索してください、うん、はい、ロビンソワって検索したらですね、うん、いろんなのが出てくるので、はい、はい、心して取り掛かってください。怖いね。だからね、うん、はい、でですね、うん、この番組はですね、うん、番組終わったら FM 小座の YouTube チャンネルでアカウント残るんですけれども、うん、実は収録の時にライブ、うん、ライブ配信もしています。はい、ロビンソワの YouTube ソワソワチャンネル、うん、ロビンソワのソワソワチャンネルで検索したら、うん、ライブ配信するので、はい、毎週水曜日の、うん、7時から7時半ぐらいの間に始まります、うん、はい、はい、そうね、うん、なのでね、うん、FM 読みたんの番組終わった後は、うん、どこにも逃げないで待っていてください、うん、はい、じゃあ最後まで、うん、今日もですね、うん、楽しんでまいりましょう。はい、はい、それでは一旦 CM です。どうぞ。ロビンソワのソワソワラジオ。はい、ただいまの時刻はロビンソワのソワソワラジオ FM 小座から収録で放送しているわけさ、はい、はい、今ですね、うん、収録水曜日の7時過ぎなんですけどね、うん、はい、早速そわそわチャンネルのライブ配信の方からコメント来ています、うん、はい、美味しそう、食べたいな、うん、かわいい洋服、
叩かれよ。洋服かよ。洋服です。私のことを食べたいの？私が美味しそうって言ってるの？違うわけ？違いますね、おそらく。画面に映ってるもんですね。なんだばお前。なんだばかんだば。はい、ということで今日もですね、食べながらの配信していきたいと思うんですけれども、はい、今ですね、私のところにありますのが、うん、沖縄ちゃんぽん、うん、サインやろね、うん、あの沖縄ちゃんぽんです、うん、ちゃんぽん弁当、ね、美味しそうでしょ、うり。美味しそう。はい、うり。あたたちみんな夕飯食べたね。ね、私は食べながら見てる人もいるんじゃない。だからよ、うん、私今お腹ぐるぐるしてるよ。お腹空いてから。沖縄ちゃんぽん弁当ってどんなのかねって思ったらね、うん、カツ丼からカツ丼を取り上げたものって思えばいい。意味わからん。カツ丼からカツを取り除いたものって感じ。イメージはですね、うんうんうん、はい、美味しそうな匂いがしたら酔っています。はい。はい、そしてあゆみさんは何食べる今日ね。なんだっけこれ、テカ巻き。テカ巻き。はい。はい、テカ巻き。テカ巻き。はい、どうぞ。はい、どうもありがとうございます。美味しそうでしょ。はい、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。みんな食べたかね、ご飯ね。ね、でも夕飯時間よ、今なんかねえよ。うん。あ、美味しいさ。美味しい。うん、へじる。へじるしてるからね。弁当だからね、温めてもこなかったし。うん、うん、へじるだよ。へじる高校だけどね。うん、美味しいよ。あのよ、玉ねぎのね、うん、この甘さとね、うん、人参の甘さと、うん、ポークのね、ちょっとその塩分がね、うん、マッチングしてる。マッチングしてる。あ、美味しい。ポーク入ってるんだ。ポーク入ってる。何？本当だ。スパムかね。チューリップですか？スパムですか？スパムね。スパム、スパムってなんかちょっと思うみたいな。美味しそうですね。はい、ポークは、うん、何が美味しいのかある？なんだっけ、私スパムはね、ちょっと塩辛すぎてダメなのよ。あー、そうそうそう、ね。なんだっけ、他に何の種類があったっけ。チューリップ。あ、チューリップがいいぐらいかな。うん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 。なんかある？あとはあるよね、ワシタポークとかってもあるよね。え、食べたことない。あるのは知ってるけど。私もない。美味しいのかな。私もよ、うん、チューリップ肌はあるでしょ、うん、なんかしょっぱすぎるとちょっと。だからよ、あれだよね、県外の人たちはもうポークイコールスパムって思ってるよね、うんうんうん、違うんだよお前ら。うん、スパムってごらん。いっぱいあるよ。スパムだけじゃないですよ。うん、うん、そうよ。でもやっぱ代表的なのはスパムなんだろうね。なんでスパムがあれかね。なんでだろうね、有名になったのかね。ね、チューリップの方が前からない。昔からわからないけどさ、もうポークといえばスパムみたいなさ。スパム、うん、ね、もう新車スマールさんね、スパムのね、あるね。もうあれじゃない、特産5リッターさ、うん、スパムか、うん、オリオンビールか、うん、ブルーシールじゃない。そうね。シャツよ、うんうんうん、確かに、はい、山の子さん来ています。スパバン、うん、スパバンはスパバンは。面白いですね。静岡の言葉ですか。山中さんはこの前ね、うん、ライブ配信じゃない、ズームでよ、うん、初めてお話しした、うんうんうん、とっても優しそうな人、うんうん、今度遊ぼうね、明日遊ぶね。また明日遊んで。それはまーちゃん。あの、ま、それはまーちゃんだな。ですね、うん。この1週間は何かありました？今日が
17でしょ、うん、その前はいつ10日、うん、日曜日10日、うん、誕生日だった。あ、やさんちゃんやさおめでとうございます。ありがとうございます。また年取ってしまった。だからよ、うん、あの皆さん FM 小座になかったけど誕生日プレゼント。だからよ、あいみんさんのみんなちょうだいって言ったのに。だからよ、まっちゃん来ないですよ、うん、山の子さん、うん、スパムゴスパムゴスパムゴですおめでとうございますってよ。ありがとうございます。また年取っちゃったんだよね。ね、怖い怖いね、うん、肉体年齢がどんどん加速してからね、古くなっていく。怖い、古くなっていくって言い方嫌だな。すげえ嫌な言い方。大丈夫、みんなこんな。いや、そうかもしれんけど、うん、古くなっていくってなんか嫌だな。嫌じゃない。最終的にはね、うん、おじいもおばあも同じような顔になっていく。嫌だ。嫌だ、絶対にならない。分からんよ、もしかしたらもう70、80ぐらいになったらまた捨ててこ入ってるかもしれんよ。そうならないように気をつける。私は清水入ってるんじゃん。声と変わらんさ。戦いのすごいまたもハッサミよな。変わらんさ、大して。そうね、うん、これ何、うん、なんて言うんだったこの服。ババロアじゃない、なんで、なんかな、ババって言わない、なんか違う。なんかね、クソババ違う、クソババではない。違うでしょ。私にクソババって思っているんでしょ、あんたたちみたいな。意外妄想やば。意外妄想がすごいね。いいよ、あの何とでも思ってくれていいよ。思ってくれているイコール私のこと好きだからね。ポジティブ。クソババって思われても私のこと好きだからねになるんだ。ポジティブだね。どんなことが言われてもね、うん、思ってくれてんだね、ありがとうございますって感じ。ポジティブだ、めっちゃ。いいことよ。でしょ、うんうんうん。ロビンはこの1週間何があった？イベントのね、うん、なんかこのセミナーがあってから、うん、イベントのこの司会やってたりね、うん、あのいろんな人とね交流していた、うん、楽しかったさ。楽しそうね、うん、そんな感じ。それ終わセミナーが終わってからはね、うん、日曜日と月曜日2日間あったわけ、うん、日曜日はカデナ、うん、そして月曜日は、うん、トミシロだったんだ。空手会館だったよ、うん、あのどっちもね、うん、終わってからね、うん、マック、うんうん、カデナはねカデナのマック、うん、トミシロはね、うん、トミシロのマック、うん、でしょうね。トミシロあのウィングシティ三重のね、うんうん、ウィングシティに行ったよ、うん、あのトミシロのよ、うん、このウィングシティの三重のフードコートにあるわけさ、うん、マック、うん、下からえあっちに行ったからさ、うん、マックの店員さんよ、うん、お姉さん、うん、あのいい年したお姉さんね、うん、二人、うん、それぞれ来てからよ、うん、私のところに、うん、かわいいですねーってかね、うん、声かけてくるわけ、うん、まずよ、なんでおばさんが私に声かけてくるのって思ったけどさ。いいやん別に、夫人声でもしたいのかねってうん、うん、思ったけどさ、あの、うん、かわいいですねって、うん、
声かけてくれて、あ、そうね、ありがとうねっていうね、うんうん、で帰ろうとしてからね、うん、あのこ の, あのお姉さんがね、あのすいません、みんなで若い子たちもみんなで写真いいですかっていうかさ、うん、あ、いや、いいの、え、いいよって言ってね、うん、すぐ並んでからあの写真みんな撮ったわけ、うん、あのしてもじゃあもうロビンソワってもう検索したらね、もうみんなすぐ出てくるからね、うん、あの見たらいいよっていうのね、うんうん、そしてからよ、この若い子たちの中でさ、うん、一人あのタイプな子がいた男の子よ見つけちゃったのね、見つけた見つかっちゃったんだ、そう、あの写真撮って、写真撮っていいですかって接点ね作ってくれたからね、うん、あ、いや、よかったさ、私はあのだこのにニーニーを、うん、あのさっきからあやな可愛いねって思っていたタイプ言いました相手の反応は、うん、笑っていた笑うしかないよね笑うしかないよねタイプレスって言ってしまったいいよねロビンってねそういうのすぐ言えるから、うん、うん、あの思ったらよ、うん、言ってしまう私あなたのこと好きですよってとっても好きです、あの、うん、一緒にあのデートしましょう、どこ行きます、デイケアなんでよなんでよやばいなもうなんかさ、こんな話してたらさ、うん、まーちゃんと喋りたくなるし盛り上がるんでしょうね、盛り上がるやばいよね、ロビンのまーちゃん化が激しいんだけど最近本当にどうした、分からん、恋しいのいや、まーちゃんが恋しいのあるよな気持ちはそのいやよ恋しいからどんどん酔っていくのかなと思っていやいや私いや、あんた私今日お家帰ったらすぐ泣くよなんでよ、どういう涙、あ、どういう涙かね多分自分でもわけがわからない感情だはずなるほどね、うん、どういう涙で泣くのかね、なんかでもな、もうね、写真撮ってからさ、うん、そう、じゃあまたね、また来るさんねってかね、うん、帰ったどこ行っても大人気ね、おかげさまでよ、うん、ねえ、本当に目立つもんね、うん、すげえ目立つもんねあの駐車場止めてからね、うん、1階の駐車場止めてから、うん、で正面から入っていったらね、このフードコートに行く途中でよ、うん、衣料館洋服のところのコーナーのレジの前通るわけ、うん、で、あの携帯電話忘れたからスマホ、うん、車に、うん、あの車に行きながらレジの前通ったからね、うん、あのはいなー、お綺麗ですねってからね、うん、あの姉さんによ、うん、声かけられてから、あー、そうでしょとか言ってね、うん、なんかお探しですかとか、おお、車に忘れ物したか取りに行くだけとかね、うん、話して戻ってきたから、うりうり、あの携帯忘れてて、あとさ、バイバイってかね、バイバイって、うん、こんなんよ一回やったらね、私たち、いやな、デイジ、何が、私たちの年代はねって言おうとしたねえ違う、私まだ若いよ本当は私たちの年代はねって、どの年代を想定して今言おうとしたの、50、60、やめなさいよしかもなんかそこで私たちって言うと私も含まれてるじゃん含まないで違うから私たち
私たちからの年代からはねみんなもう一回会ったらもうすぐみんな年越えよってね言おうとした、うん、初めましてってもう会うでしょ、うん、もうすぐそこでもうあの婦人会もうロビン、ロビンってアイドルだよねアイドル？何かね自分でドラッグアイドルって言ってんじゃん うん、なんかもう最近アイドルじゃないのよね。だからね、うん、なんか最近おかしいよね、うん、私おかしいよでももうその路線で行くんでしょ、うん、もうやっぱり唯一無二よね、うんいや、まあ、唯一無二ではあるよ、うん、うんうんうん、こんな世はなんか楽、ああ楽なんだ、楽、とっても楽そうなんだ、うん、いいんじゃないじゃんなんか司会もね、うん、司会する時もね、うん、こんなしてうちの愚痴を交えたからね、うん、喋った方が楽このセミナーの時のよう、うん、司会もさ、うん、はい、皆さん、ハイセングス、幼虫からビラーって始まってからね、うん、あいな、皆さん、私のためにこんなにお集まりいただきありがとうございますこっち、そっから始まるわけさ、うん、でね、あいな、皆さん、今日、ね、これから何が行われるか分かります？ここでね、何が、どんなお話がされるか分かりますね、皆さんって言ってね、うん、言ったらね、うん、あのうんうんうんってね、もちろん目的分かってみんな来てるからうんうんって首振るさね、うんうん、あ、ちゃんともう ご存知でいらっしゃるんですね、そうですよ、これから私のディナーショーが始まります違うよねいけてた、こんなしてたらね、みんな笑うわけぬがやぬがやじゃないよ、そりゃそうやろ、昼間さっさーってね珍しいスターって感じ、ね、最高だよね、最高の持ちネタだよね、それね絶対外さないでしょこれね、カレナーとトムシロ、うん、どっちも使ったどっちも受けたどっちにも来てる人もいたけどね、あそっかそっかいいんじゃないか言いましたよ、うん、でもね、おかげさまでみんな楽しんでくれたようでね、うんうん、よかったです、うん、はい、この曲聴いてレッツフェスティバルはい、うん、はい、じゃあ、うん、発声、いえライブ配信にですねあいみさん、あいみーさんのね、うん、あの妹さんがいらっしゃってるってね、リアル妹がまさかのねはい、そしてじゃあ、うん、あなたの、うん、あなたのリアル妹からじゃあリクエスト来てるから、もうあなたが紹介して、はい、グリ、はい、じゃあ今週の曲は妹からのリクエストで、はい、ユーリのレオです、はい、はい、それでは、はい、どうぞ、どうぞロビンソワのそわそわラジオ、はい、この番組は、うん、ロビンソワの、うん、そわそわラジオ、うん、FM 小座からなんと、うん、収録で、うん、お送りしているお送りしている、イエーイイエーイはい、うん、あの、なんだった、ユーリの、ユーリのレオでした、レオでした、うん、はい、よかったね、うん、よかったねよかったね、ね、あい、コメント来ている、はい、なんて書いてある、ロビンソワさんが分裂して増えるいえ、ロビンソワが分裂して増える、うん、はっさ、こんなこと、うん、あったらいいなって思ってるなんでよ、私がいっぱいいたらね、仕事がはかどるなって仕事はかど、うん
うん、事務仕事だけに使ってほしい。あの、例えば収録とかにこうやって来られたら、ロビンがたくさんいるとするじゃない。私が対処しきれないから一人でいい。もうロビンとロビンで喋ってんでしょ。ハセビはね、あっちで、あんなことがあって、あ、そうね、私もよ、だこの前よ、あの、甘くまでよ、あの、こんなことがあって、あ、いや、大変さ、もう、これはもう、あの、あれさね、だからよ、ってね。もう、怖、もうさ、本当に対処しきれないと思う。無理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 。ロビンさんは、一人で十分です。あ、そうですか。うん、はい、じゃあ、ということでですね、番組も後半に差し掛かりました。うん、じゃあ、食べ配信、うん、私デザート今日買ってきました、うん、何ねこれ。何ね、な、何これは、なんていうもの。あ、いやな、綺麗。名前書かれてるとこ捨てたん。ほんとね、うん、うん、分からん。これよ。プリンアラモードじゃない。あ、プリンアラモードじゃない、合ってる。あ、だる、うん、プリンアラモードって。アランドロン。違う違う。はい、じゃあカメラに向かって、うりー、美味しそう。美味しそうだね、うん、はい、これなんだった、 YouTube、うん、はい、じゃーん、美味しそう、ツヤツヤ。あ、いい香り、うん、桃、あ、桃か、桃入ってる。昔アユが桃の天然水やったよね、うん、桃の天然水、桃の天然水、リンゴの天然水、桃の天然水か、リンゴの天然水出したよ。何年前かね、もう。だからね、やばいね、桃の天然水ってもうないでしょ。見ないね、うん、多分ないよね、発売されてないよね多分。じゃあいただいてみます。おいしそう。うん、どない、美味しい。プリン食べてみてほしい。プリン食べてみるわけ。うん、なんで、なんか企んでる。どういうこと。別に、だってメインじゃん、そのデザートの。うん、だからそれを食べ、果物は分かるじゃん、味、うん、でもプリンって当たり外れあるじゃん。あ、全然甘くないよ。甘くないの。うん、甘さ控えめってこと。うん。美味しい。うん、うん、美味しい。よきよき。あの、普通のプリン。普通のプリンですよ、皆さん。なんか、普通のプリンって言っちゃうとさ、なんか、美味しいって言ってたのにみたいな、ちょっと、ちょっと残念になっちゃう。でもね、うん、結構固め。なんかしっかりしてる。ね、どっちが好き？トロトロのプリンがいいか、その固めがいい？あー、ものによるね。うん。でも柔らかいトロトロの方を食べることが多い。まあでもあんまりさ、固めのプリン売ってないよね。うん。なんかプッチンプリン？それぐらいじゃない。そんな感じのは硬いけどさ、うん、コンビニとかでもなんかちょっとお高めのプリンがもう柔らかいよね。うん、結構もう固めるのめんどくせんじゃない。そういうことじゃないと思うんだ。あ、そうなの。うん、きっと。 あ、そうね。うん、美味しいだろうなと思って柔らかくしてると思う。そんなめんどくさいでさ、硬さ変えられたら嫌じゃん。はい、じゃあこの番組は、うん、LGBTQ のね、お話しする番組になっているので、うん、あれはだ、あるね、フライヤー。まあいいか、フライヤーだ、置いてきた、下に置いてきたね、まあいいか、うん、じゃあ講演会の、じゃあお知らせから。はい、はい、講演会のお知らせをします。はい、来月の12月6日と25日、うるま市のうるみん3階のホールで、私たち2人で LGBTQ 公演をやります。はい、6日が時間何時からだっけ。夜7時、7時、6時半受付の7時から9時まで、9時まで
って入場無料ですので、うるま市民以外の方も来れますので、うん、ぜひもう聞いてる人はみんな来るよね、うん、来るって来るよね、うん、もう覚えてるよ、山の子さんでしょ、ね、山の子さん、うちの妹来るよねうちの講演会、山の子さん、静岡からいらっしゃってください、はい、うちの妹、神奈川からいらっしゃってください、そうなの、そう、来てください講演会、LGBTQ 講演をやりますので、うん、ぜひいらっしゃってください、はい、6日はですね、うん、9時までなんだけれども、うん、終わったら、うん、近くにガストがあるからね、うんうん、そこで皆さん交流会、うん、お茶会します、うん、それも楽しみね、うん、うんうん、そして、うん、12月25日にもありますね、うんうん、水曜日、うん、この日は1時半、うん、から3時、3時、うん、またやりますので、うんね、ぜひぜひぜひ来てください、はい、だ申し込み、お申し込みフォームがあります、うんうんね、これインスタとかね SNS でも上げておくので、うん、これでお申し込みしてからね、うん、来てください、うん、ぜひぜひ来てください、もう入場無料だからね、無料だからね、うん、誰でも来れるからね、私が出るんだよ私も出るけど私も出るけど、あ、そう私が出るのにさ、うん、無料なんだぜこの私が出るのに、うん、あが確かにね、そうよ高いよ、とっても普段は高いんだ、うん1キュッパ198円、いやいや戦えるやつが1キュッパって言うからせめて最低でも丸あと2個ちょうだいそっか2個か3個ぐらいはちょうだいそうよね、うん、いけるけどもうね、楽しみよね、楽しみ、2人で講演会するのいつぶりえ、去年6月にはほらね、福知山中学校ってさ、そうね、それ以来だね、うん、いやー緊張するそうね、うん、めっちゃ緊張する、私別にロビンはねロビンはもう場数が違うじゃん私講演会始めたの去年だから去年だよそうね、うん、私昔学生の頃はさ、うん、こんなし人前で喋るような人じゃなかったよおとなしかったの、おとなしかったわけでもないけど、うん、緊張しではある、うーん、でも今は緊張しないんでしょ、しない、昔はよ、あんまり目立ちたくなかったそうなの、うん、じゃあいつからこれにどうして、え、だから高校2年生の時に、うん、初めてその浜崎あゆみとしてね、うん、学校のイベントで、うん、ステージに上がった時に、うん、あいやな、スポットライトってこんなにも気持ちいいんだね、シャワーのようにってね思ったところからもう火がついたなるほどね、もうさ、それまでじゃあ緊張しいだったでしょ、うん、そこに出るのに葛藤はなかったの、どうしようみたいな、あゆみ、なりきれるかなみたいな葛藤はなかったわけ、出ない子かな、どうしようかなみたいな選択肢はなかったの、もうあゆとして出たいってのあった、あ、そうなんだ、そうそう、そうなんだ、そこが勝ったんだ、緊張よりも、うんもうなんか私の中では得意だったからさ、うんうんうん、もう特技だったから、うん、だから別に、そうなんだ、そうそうそこから火がついてそうなんですよ、じゃあさ、今でもさ、ロビンソワとして出るときに緊張するときある、ま
初めてこの前のさそこのセミナーの司会模様、うん、セミナーの司会っていうのは初めてやったから、うん、そあのやっぱり初めての時には多少は緊張するよ、うんうん、緊張はするけど一回出てしまったらあこんな感じかこんなもんかっていうのが分かるから、うんうん、だからあの2日連続だったさね日曜日と月曜日、うんうん月曜日はそこまでは緊張しなかった。もうすぐ慣れるのね。うん不思議や。不思議ね。本当に。じゃあさ最近で一番緊張したのって何？ロビンソワとして、うん。最近一番緊張した。うんある？なんだろう。でもよ。うん。あ昔の緊張はね、うん、あなんか嫌だな嫌だなって感じの緊張だったわけ、うんうん、なんかもう出ないでいいんだったら出たくないんだけどみたいな、うんうんうん、そういう緊張だったわけ、はいはいうんうん、でも今はよ、うん、ワクワクドキドキが混ざってる緊張って感じうーんちょっと楽しみもありつつそうそうそう、うんうんうん、こう最近の緊張はね、うんうん、だから例えばこの久しぶりに、ね、魔女の格好をして、うん、あのハロウィンの時にさ、うんうん、この美浜に行くとかさ、うん、なんかそれもいい緊張感いい緊張ではあったそうなんだ嫌な緊張ないから、うんまあ、CTO だったらだからこの前のセミナーの1日目よ、うん、それぐらいようーん、うんあーでも来週あれだよ あのなんかあれがあるって言わんかったあの皆さんですね、うん、11月もう急に告知始めましょうかもうそろそろ告知行った方がいい時間じゃないもうちょっと撮りたいかなさっき20分ぐらいで止めてるかなあそうですかはいそうなんですまあまああの11月の20日ですね、うん、読谷、うん、読谷村文化センターで、うん、あのゆるりっていうねのイベントがあるんですけれども、うん、あの占いでね、うん、オラクルカードのセッションで、うん、あの出展しますので、うん、あのオラクルカードで、まあ、ちょっと人生のね相談とか、うん、まあいろいろね何でもあの見ることできるので、うん、あの気になる方来てください、うん、であの11月の20日、うん、あなたさっき言ってたさ、うん、何だった風の時代の始まりあら、うん、風の時代の始まりってわ、うん、かる何わかりますライブ配信見てる皆さん、うん、風の時代聞いたことあります、うん、ないある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 ない100人のこのグッドを押してボタンいいね押してお願いしますお願いします風の時代ですね、うん、これから地球のエネルギーが変わっていきますよって、うんうんうん、情報ですね一番ね、うん、もうあの情報ちゃんとした情報自分に合った情報を取り入れてくださいねって、うん、で少しでもねあのピンときたらねその情報を取りに行ってください、うんうん、自分で行動しないと自分の人生は変えられないですよ、うん、分かっていますあんたたちあんたたち、うん、ねあのライブ配信見てるあんたたちは人生変えたくないの自分の人生今の人生でいいんですかはいエマさんうん金の時代あ金の時代銀の時代、うん、銅の時代ってやつかなってそんなのあんの、うん、そうなのそうなのそうなの初めて聞いたそういう時代があったの？じゃあ、うん、風の時代の前は土でしょ？
そう、土の時代。土の前は何？火、でも他にはよ、風と土と火と水だったかな、が確かあったはず。2019年の暮れ頃からこの風の時代に少しずつ変わり始めていたんだって。この風の時代って何かって言ったら、地球のエネルギーの質なんだって。エネルギーの質、あの数百年周期で、あの順繰り順繰り巡っているって。あ、巡ってる。そうそうそう。あ、そうなんだ。回る回る回るよ、時代は回る。なるほどね。回ってんのね。回ってんの。そうなんだ。ぐるぐるしてるわけさね。で、なんちゅうの、この土の時代、風の時代って言うけど、じゃあ土の時代って何ですかって言ったら、まあ、土ってね、まあ目に見えるさね、目に見える下にあるからさ、まあこう根付くとかね、根を張るとか、まあその基礎だったりね、あとはまあその現実的なことだったりね、そういうのがまあちゃんとあの重視大事ですよっていう時代だったんだけど、風の時代に変わってからは、あの風ってあるけど見えないさ、あるけど見えないものが今後大事ですよっていう時代、だからこの自然エネルギーもそうだし、愛とかね、この感謝の心とか、人の思い信念とかね、でそして情報音楽とかね、まあ、そういうものが今後大事ですよっていう時代です。わかります、みんなさん。山さん、山さんから来ているね。中世ヨーロッパは青、なんて読むかわかんない、青銅、青銅時代ってのを聞いたことがあったから、間違えたらごめん。こんなのがあるんだ。そうなの。もうエマさんがこなして帰ってくれたから私信じるよ。信じるよ。いいのか。いいのか。顔の跡すごいな。信じるよ私。はあ、もういいの。こなして私のこといじってからに。別にいじってない。いじってはない、あ、そうね。教えてくれただけだから。あ、そうね。あ、そうね。そう、情報ですね、大事です、はい。さあ、ということで、そろそろ合っている、コメントじゃない、告知、告知コーナーに行きたいと思います。はい、はい、11月の20日、水曜日ですね、読谷村文化センターにて、ゆるりっていうイベントがございますね、朝10時から、夕方の4時まで、文化センターの方にいますので、まあセッションね、占いとか、まあ、気になる方、はい、で20日からね、風の時代に入るから、まあ、今後のね、自分のこの人生、今後どういう風に生きたらいいのかなとかね、そういうところもアドバイスしますし、はい、そしてまたね、亡くなった方からのこのメッセージとか、亡くなった方とのこの付き合い方とかね、そういうのもまたお伝えしていきますのでね、はい、遊びに来てください。はい、私に会うだけでもいいですよ。おしゃべりでもね、おしゃべり目的でもいいからね、来たらいいよ、そして12月の6日、金曜日、
講演会がありますね、うん、私たち LGBTQ 関係の講演会があります、うん、はい、場所はウルミン、うん、ウルマ市ですね、うん、時間は、6時半受付、うん、7時開始開演、うん、21時9時までとなっています、うん、はい、はい、皆さんがですね、学校とかお仕事終わった、まあ、いいぐらいの時間になりますので、うん、今見ている聞いているあなた来ます、うん、来ます、うん、逃がさないですね、うん、はい、そしてこの日は、うん、終わりましたらお近くにガストがありますので、うん、ガストで交流会、お茶会しますから、うん、はい、ぜひ遊びましょう私と、うん、はい、で12月25日、うん、水曜日はですね、はい、同じくウルミンの方で、うん、これもこう LGBT の講演会、うん、この時は時間はお昼、うん、1時から1時じゃない3時、うん、1時半からかな、そうだね、1時は受付かな、受付、はい、うん、となっておりますのでね、うん、はい、ちょっと6日に行けなかったなーって方はぜひ遊びに来てください、うん、はい、はい、でそしてですね、うん、まあ、私がね今こう支援をしていこうっていうテーマでね、うん、チームロビンスワっていうのを立ち上げております、うん、どんな支援をね、まあ、するにしても、例えばね、子供食堂だったりとか、うん、ね、なんかフードバンクとかいろいろね、ありますけども、うん、やっぱりこう、何をするにしても、支援って軍資金があって、できるものだと思うんですよ。うん、まあ、全部が全部って言わないけど、うん、でもほとんどがそうだと思うのね。だからこの物価高騰で、やっぱりそれが維持できなくなった方たちもいるわけよ、うん、子供食堂とかでもね、うん、もう本当はもう子供たちのことを思ったらやめたくはないけど、うん、やっぱもう維持が大変だから、うん、っていうことでこの、いろんなね支援をするための、うん、この軍資金を調達できる今事業やっていて、うん、もうこのインフラが整いました、うん、はい、もうなんということでしょうなんということでしょう、海外から、うん、外国からね沖縄に直接お金がドンって入る仕組みになっておりますので、うん、はい、まずは個人に入ってきますね、うん、どんな事業なのかな、まあ、これからの世界展開するね、うん、これからグランドオープンする会社に今、うん、口コミのお仕事で関わっているんですけれども、うん、確実にも世界に通用する世界に広がっていく、まあ、商材も扱っているので、これをうまく活用してこのいろんな、ね、支援に、ね、うん、使っていけるな、本当にだから支援が必要な人に必要な支援を届けるためのまあ、軍資金になっていきます、まあ、でもその個人に入るから、うん、まずはそのね受け取った人からまずはもう生活もう人生を変えていけるぐらいのもうパワーを秘めてるので規模なので、うん、自分たちが満たされて初めてみんなのことを満たしていくんですよっていう私のですね、まあ、考えに沿った、まあ、事業にはなっておりますので、うん、はい、たまにお茶会とかねしているし、うん、気になる方は直接SNS からでも DM いただけたらもうあなたに合わせてお茶会開くことできますので、うん、はい、もうどんどん聞きに来てください、はいはい、ただし、長いことはやりません、うん、この募集はね、うんうん、だから今本当にタイミングです、うん、ぜひ来てください、うん、こんな感じでいいかね、うん、いいですよ、はい、そして YouTube ですね、うん、ライブ配信していきますので、うん、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。うん、はい、じゃあということで、うん、本日も、うん、ロビンソワとアイミでした。はい、今日もね、たくさんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。そわそわ。